こんにちは。ここは大井川鉄道奥大井湖上駅です。どういうランキングだか忘れたんですけど、なんかのランキングにも載っているすごい有名な駅で、私も前から来たいと思っていたのですが、今回このような悪天候の中ではありますけれども来ることができました。車掌さんにもいろいろお世話になりました。大井川の中にある長島ダム、もう本当に奥地ですけれどね、そこにかかっている橋の上にある駅です。5両編成の客車列車、団体さんがたくさん乗っていて、今からこの雨の中、クラブツーリズムの添乗員さんに先導されてハイキングに行くようです。この雨にもかかわらず素晴らしい水の美しさです。こういうのをコバルトブルーって言うんですかね、私はこの色についてはあまり詳しく知りませんけど、乳白色。大井川の川の水って全体的にこんな感じの色をしていて綺麗なんですけれど、でもさすがにここまで青々としているのはこの川上の方まで登ってこないと見られないんじゃないでしょうか。ちなみにこの井川線はもともと別のルートで鉄道が建設をされておりまして、なんか虫が来てるな。それからこの長島ダムの建設によってルート付け替えとなった、そういう区間です。ですからこの区間は平成になってからで良かったのかな、新しく作られた、そういう場所になります。なんで見ますとね、目の前にあれ多分前の井川線のルートだと思うんですよね。それがそのまま残っているようです。見るとそうだな、あれは間違いないでしょう。レールの下を見るとこんな風にものすごくこうスケスケになってますが、まあでも別にちゃんとした耐久性は維持されてますんで、平成になってからかけられたんですか、この橋も新しく、そんなに心配になるような光景ではないんですが、ただちょっとやっぱり怖いですよね。こうつるっと滑らしても全然落ちる余地とかはないんですが、こんなに透けてますとね。この動画のサムネイルになっている写真はこの右上のあの場所からどうも映すと見えるらしいんですけれど、ちょっとこの雨ですんで、雨は止んでもまた降ったり止んだりずっとそれが続いてますんで、あそこまで歩いていくというのはやめておこうかと思います。こんな風にね、駅を上がってきたところに簡単な東屋みたいなのがあって、2階建て、中には水洗トイレもあります。綺麗ですよ。この湖上駅ですが、列車が走るその線路の脇にかかっている橋の上を普通に歩くことができます。ちょっと本当に怖いけどな、まあ、つるっと滑っても大丈夫ですけど、あまり分厚くなさそうな鉄板の上です。これね、線路側の方はこういう風な金網があるからいいんですけど、これはなんか こんな感じのこの板で下なんもないみたいなんですよね。これで大丈夫なんですね。あんまり分厚いようには見えないんですけど心配だけど、まあいろんな人がたくさん歩いていて全然底が抜けたりとかしてないんで大丈夫でしょう。これに穴が開いたら終わりなんだよな。そう簡単に開くようなやわな構造ではないのかな。全部駅の上からね、こちらの反対岸のところまでたどり着きましたけど、本当にすごい眺めです。このトンネルはね、昭和63年に掘ったトンネルってことで、やっぱ新しいんですね。これまっすぐな薄い板の上みたいなところ、まあ、大丈夫なように作ってあるんでしょうけど、なかなかスリリングなウォーキングでした。あとこれ見てみて分かったんですが、あそこでずっとね島だと思ってたんですが、島ではなく半島みたいですね。いやー、しかし綺麗な水の色ですよ。本当に素晴らしい眺めです。こんな悪天候でも今日が日曜日だからっていうこともあるでしょうけれど、多数お客さんが来ています。鉄道の鉄橋とその脇をすぐ歩いて渡れる橋っていうのも、それ自体なかなか珍しい施設だと思いますよ。ちなみにこの山の道ですけど、これずっと行くとね、お隣の何温泉って言ったっけな、忘れましたけれど、温泉がありまして、でそこはまあまあ一応人がいるような環境らしいんですが、食堂などもあるそうですが、でそこまでアクセスできる道になっています。ただ歩くと50分程度かかるようです。まあでも50分のウォーキングですからね、よく晴れた日にはいいかもしれません。ちなみにあの駅にも何か送迎しますみたいなね、電話番号が書いてあって、この駅から本当に送迎してくれるかどうかわからないんですけれども、まあ、一応そういったサービスなどもやっているようです。アクセスの悪い観光地ならではのありがたいサービスです。ここまで来るにあたってですね、スタート地点は掛川駅だったんですけれど、まあ、掛川からおよそ3時間かかっております。静岡県内でそれですよ。しかもこの先になるとね、驚くべきことなんですが、ここはまだ多分自治体でいうと島田市かなんかになるんでしょうけれど、もっとこの路線の奥地の方まで行くと静岡県静岡市葵区になるらしいんですね。でなんかこんなところが静岡市なのと思ってたらば、もともと葵区っていうのは、しかも静岡駅とかあの周辺、静岡県庁とかがあるようなあそこも葵区で、こんな山の中の奥の方も葵区らしいんですけれど、
奥行きが50キロぐらいあるらしいんですね。なんだその、初めて聞きましたけれど、合併とかやると不思議なことが起こるようです。見るとこんな風に下へ続くウォーキングコースみたいなのがありますけどね、ああいう風に看板が書いてあって、これはダムの管理用のものですし勝手に取ってはいけませんとかなんとかいろいろ書いてありますと思ったら、こっちには書いてないな、通行し怪我をされても責任を負いかねますのでご了承くださいとしか書いてないんですが、まあ、この道の上のところにはね、こういう風に柵が巡らしてありまして、これかな、こっちはあの管理用地ですから立ち入らないでくださいと書いてありました。多分前は立ち入れたけど今立ち入れなくなったとかそういう感じなんでしょうね。このダムの湖畔まで続いているそうです。まあそこでみんな鳴らしてますけどね、鐘がありまして、なんかここで鐘を鳴らすとなんかよくわかりませんけど、男の人と女の人が仲良くなりますみたいな、まあ多分そういうパターンのやつですよね。鍵を取り付けるところもあります。石巻だったかな、どうでもいいフェンスに鍵がジャラジャラつけられてってね、迷惑だなみたいなありましたけれど、これはもうこういうのはやりましょうということで、一つ950円で鍵が売られているそうです。でこの鍵なんですが、千石で売ってるようですけれど、その鍵を買うと様々な特典が受けられるそうで、温泉が割引になったりとかね、それからあとはなんかシフォンケーキが安くなったりということなんですが、こういうところに来る方は多分男一人で来るというのが多いと思うんですけど、それでもね、場合によっては沿線の観光とかしまくる場合には鍵をとりあえず買って、でいろいろと割引を受けまくると実は元が取れるんじゃないかみたいな可能性もちょっとある感じでしたね。さっきから虫がものすごく勢いまとわりついてきてね、喋るのもなんか集中力が失っていて調子が狂うんですが、そんなこういうところでもね、結婚式が何度も何度もこれまで行われているそうです。まあ確かによく晴れてる時だったらいいですけどね、でもこれここ観光地として訪れるにはいいと思うんですけど、ただ来る人は選ぶと思うんですよね。みんながみんなここまで来たいかっていうとそういうことはないと思いますんで、招待された人たちがどう思うのか、それはちょっと私には分かりかねます。もう画面にもこんな風に虫がバンバンやってきてますから。セッソって書いてあるのはお隣の、さっき私が名前を忘れてしまったセッソ温泉のことです。セッソ郷温泉かな。手を出してこっちに何か合図をしているのは機関士さんでしょうか。どけということではないと思います。一応遠くから安全なところから撮っているつもりです。撮っているとね、私の目にもう虫が、コバエが3羽も4羽も私の目に止まっていて、今大変辛い状況なんで早く列車に到着してほしいと思うんですが、この列車が止まったら録画を止め次第私も目についている虫を取り外そうと思います。大井川鉄道井川線奥大井湖上駅のご紹介でした。この車両はさっきと違うな。これに乗ってみますかね。帰りの列車は昭和37年製、国鉄の標準的な座席とかなり似ています。お待たせいたしました。この列車は仙台駅各駅停車です。よく見るとこの駅から昔のトンネルの跡まで見えるじゃないですかね。そうだったんだ。もっと早く気づけばよかった。日本のレールもかなり大変なことになっていますが、しかしそこに線路が通っていたことをよく伝えてくれます。大井川鉄道の廃線巡りっていうのも結構できるそうでね、昔のルート、謎に満ちたトンネルがありますよなんて観光案内もあったんですが、そういう山歩きと廃線巡りなんかを兼ねるのも面白そうです。天気が良ければなおいいですが、あまり雨に降られることもなかったので、このような悪天候もそれはそれでまたすごく山深いところに来ているという感じがして見応えがあります。すごいですね、あれ、まあ、あのまんまなんか道がダム湖に落ちていってますけれど、この周辺はこのようなところです。ここまでのアクセスにはほとんどの人が大井川周遊切符を使っていたようです。大井川鉄道全線とこの周辺の路線バスほとんど全てが乗り放題になる2日間用の切符、大人1枚で4400円とかなり高い値段ですが、それでも実は大井川鉄道の支店金谷からここまで往復すると5000円ぐらいの運賃がかかりますので、この切符を買った方が安いわけです。次の長島ダム駅からアプト1駅までの1駅間 1.5 キロは日本で唯一のアプト式を使い、標高差90メートル下っていきます。アプト式とは線路の中央にある博多の列車が今着いたこの駅が長島ダム駅です。
この駅から先、日本で最も急な下り坂、90パーミリの勾配があります。その急な坂を下るために、この区間 1.1 キロではアプト式の機関車、アプト式ラックレール、そういったものが付設されていて、峠越えのための機関車を連結する駅です。その急な勾配はあそこにあります。今ここからちょうど機関車がこっちに向けて動き出したところ、あれを連結して下り坂を滑り落ちないような歯車を噛み合わせる独特な方法で下ります。この列車に連結された機関車は、もともとはあの反対方向行きの列車に増結をされていたものでした。あれが下り最終列車。もう本日あちらの方向に列車はないそうです。もともとは中部電力のダムの維持のために作られているというこの鉄道ですから、普通の人が乗っても沿線に普通の人が住むような家とかそういったものは特にありません。ただその代わり、通常では見ることのできない独特の鉄道の景色を多数楽しむことができる、それが大井川鉄道井川線の魅力です。すごい勾配ですけれど、その左側に見える長島ダムの、なんて言うんでしたっけ、堰堤、忘れましたが、この壁、これがダムというそうですけれど、これもまた見事です。井川線は毎年2億円強の赤字を出しているそうですが、その赤字額は中部電力によって補填されています。というか、どちらかといえば森川鉄道に管理を委託して、その赤字額、維持費をもう少しでも鉄道の増収によって、多少なりともプラスにしようと、そういうふうにやってる取り組みなんでしょうね。ご覧いただけます、この長島ダム、ダムの高さが109メートル、幅308メートル。このダムに見とれるんですが、この真正面、これが下り90パーミルだそうです。勾配表はどこかに立ってないんでしょうか。スイスのレイティッシュ鉄道を思い出します。この列車に乗務されている車掌さんも、私の海外旅行編を楽しくご覧になったそうです。ありがとうございます。よく見たら、この周辺の急勾配区間だけは電化がされているんですね。ほとんどディーゼル機関車なんですが、この区間では電気を使用しています。それは知らなかった。これでもうとんでもない急勾配、下り勾配は終わりです。